はい、皆さんこんにちは。ワンダリングリビジです。では今回はハーツオブアイアン4、都道府県も千葉県プレイ続きをやっていきたいと思います。前回ですね、関西へ、軍を進めるにあたって三重をまずはね、屈服させようということで、三重に関してはすでに傀儡国の三重帝国と、あと群馬帝国、帝国制千葉がそれぞれ、一部の軍を割譲させたというところになります。で、今回はですね、まず奈良、さらに関西の二大大国、京都、大阪という順でね、攻略を進めていきたいなというふうに思っています。で、まず奈良に対しての宣戦布告条件が整うのがいつかというのを見ていきたいんですが、これが1945年の1月28日ということで、今ね、画面の右上に44年の7月7日と出てると思うんですが、約半年あるというところですね。じゃあ続いて京都なんですが、京都に関しては2月の15日なので、奈良と戦争している間に京都への宣戦布告が可能になるのかなというふうに思っています。で、最後、松井一郎さんの大阪なんですが、これが8月27ということで、1年以上先になりますね。なので、このまま進めておいて、奈良、京都とは同時に戦争をして、その後大阪との戦争に踏み切っていくという段取りでいこうかなというふうに思っています。で、その他の変更点なんですが、まずですね、この要塞建築家、要塞の技術者ですね、これを新しく雇い入れています。これによって、各要塞の建設速度がプラス20%ということで、これもうちょっと早く入れておいてもよかったかなという後悔ですね。あと、生産のラインの方なんですが、生産のラインの方は少し調整をかけてまして、まず近接航空支援機の3を新しく入れています。で、さらにこの後のことを見込んで、早めに貿易の方で鉄の輸入量を増やしておきたいというふうに思っています。多少余剰が最初出てしまうとは思うんですけども、もうこれすぐにでも必要になってくるのは明白なので、できるだけ多くの量を、ね、あらかじめ確保しておきましょう。宮崎からもうちょっと仕入れてもいいぐらいだね。では、これで時間を進めていきたいと思います。その前にね、ちょっと軍の編成の方も少し見直しをしましょう。まずは装甲師団ですね、戦車師団の方の構成なんですが、ここに新しく戦車の師団を入れていこうかなというふうに思っています。で、今、画面上に出ているところで言うと、基本能力、戦闘能力、さらに必要装備というところが出ていると思うんですけど、戦闘正面幅ですね、これをちょっと調整したいなという思いはあるんですが、一旦重戦車で22に増やします。これはちょっとしょうがないかなというところですね。どうも20単位、20の倍数で固めていくのがセオリーのようなんですけど、重戦車はせっかくね、研究進んでいるので、重戦車を入れておいて、で、後々この重戦車のところは現代戦車へとリプレイスしていこうかなというふうに思っています。では、軍の指示を行っていきましょう。まず第1軍の方から決めていきます。群馬帝国の方から、普通に攻撃線を引いていきましょう。どうしてもね、補給が大軍を送り込んでも続かないというのが、容易に想像がつくので、できるだけね、そういう無駄な動きは避けたいなというところですね。で、あとは、滋賀の方からも、これは京都に向けて軍を進める準備を進めておきましょう。で、この辺りはね、京都がどれくらい強いかっていうのを、開戦してみないと正直わからないので、どういう、ね、戦いになるかっていうのは、予備の軍を後方に配置しておいて、すぐにね、戦線が膠着するようであれば、追加の軍を投入できるような準備はしておきたいかなというふうに思います。で、そうなった場合はね、この千葉君の師団を送り込んでいきたいので、これ三重帝国の奈良、
京都に近いところに置いておきたいんですが、まあ、軍を集中させると補給が滞るので一旦三重帝国内部まで進出だけさせておきます。同じく戦車師団ですね、これも滋賀帝国内部にまでは移動させておきましょう。で、帝国制千葉領、滋賀県の一部、帝国制千葉県領に割譲させたところにも軍を進駐。で、あとですね、防衛用の手段、これ、半分に割って、新しい軍団を作りましょう。軍かな。で、ここに、司令官を任命。で、これを、もう一路、移動させていきます。今後の対戦を睨んで、これも岐阜領まで進出。でさらにというところで言うと、大津、ここにどうだろうな、配備できないのであれば戦機可能な、この三重の四日市近くに戦闘機、これを配備していきましょう。これで、まあ、いわゆる制空権、これをね、確固たるものにしていきたいかなというふうに思います。ではこれで本当にね、時間の方を進めていきたいと思います。でその間皆さん退屈されると思うので、ちょっとね、タイに旅行に行ってきた時の写真なんかを、お見せしながら時間の方を進めていければなと思いますので、そちらの方もね、お楽しみいただければ嬉しいなと思います。
い。ではですね、ここまではガーッともう最初から進めてきちゃったので、退屈されてしまった方もすいません、いらっしゃったかなと思うんですけど、いろいろとちょっと見直してまして、まず研究の方はですね、歩兵用の対戦車装備を2まで進めています。で、その他工業系ですね、進めてきていますというところと、あとはですね、生産のライン、まあ、あの徴兵のところで見た方がいい、あと、編成の方を見て、いただいた方が分かりやすいかな。あの現代戦車の方に戦車の方を一部リプレイスしているのと、あとはですね、戦闘正面幅やっぱり20に統一しました。あの歩兵の数を減らしたりとか微調整をして20になるように調整していますというところで、一部はまだ装備が行き届いていないかなと思うんですが、もう奈良と開戦できる状態になったので、早速ね、奈良に対して宣戦布告を行っていきたいと思います。で、同盟国も呼び出して一気に型をつけにかかりましょう。まあ、奈良をできるだけ早く屈服させて、京都に対して奈良方面、滋賀方面両方からね、攻撃ができるような体制が引ければいいかなというふうには思っています。なのでこのままね、押して押して、いきたいと思います。で、奈良の方向、まあ、順調に推移した場合なんですが、京都の方には奈良の国境からも軍を進めたいので、まあ京都と開戦するまでにはですね、なんとか奈良ここを攻略済みという状態にしておきたいという思惑ですね。奈良開戦した後、京都との戦争条件が整うまでの日数が1ヶ月なかった。そうですね、2月の15日に京都と開戦予定なので、もうあと2週間しかないですね、ゲームの進行上も。まあ、このあたりがちょっと辛いかなというところかな。戦車手段をもう1軍送り込みましょう。全然戦線がね、進んでいっていないという状態なんで、まあ、ただどう見ても押して押して押してはいる状態ではあるかなと思うんですけどね。まあ、守る方がやっぱり有利ですから、ここは時間をかけてじっくり戦っていきましょう。で、心配なのがやっぱり人的資源のところなんですよね。どうしても資源的に厳しい、人的リソースが厳しいという状況が、このゲーム始めて、千葉県で始めてもうすぐに直面した問題だというふうに思ってるんですが、それが未だにやっぱり解消できていないというところがあるので、ここはね、人的資源を、まあ、ちょっとね、十分に注意しながら、奈良、京都、大阪との関西対戦、これを制していきたいと思っています。で、まあ、そういう意味ではですね、歩兵の数を減らして装甲化の部分を増やせたというのは、結果的にはね、その戦闘正面幅を20にするために行った微調整がうまくいい方向に働いてくれればいいかなというふうにも思いますね。なんで歩兵の装備をもう今までよりかはね、あんまり重要ではなくなってきている部分もあるんですけども、まあ、とはいえしっかりやっていきましょう。では新しい師団を、早速ね、この京都との国境に配備して、京都に3方向から攻撃できるような、そういう体制をね、引いていきたいと思います。順調に推移してくれればね、まあ、なら囲い込みはできていそうなところではあるので、まあ、時間の問題かなというふうには思います。群馬帝国もしっかり戦ってくれてる様子が、奈良にくさびを打ち込んだので見て取れるので、あとはね、注意しなきゃいけない、京都、まあ、やっぱり京都と大阪はね、関西の、まあ、巨大勢力と言っていいと思うんで、その巨大勢力に干渉するためには、
ある程度包囲殲滅っていうのが重要になるんで、多方面から攻撃を仕掛けられる環境が欲しいですね。そういう意味では奈良と京都の国境付近を最初に制圧できているのはプラスかな。で、京都との戦争理由が確立できたので、京都に対しても冒頭お話した通り二正面戦争にはなるんですが、宣戦布告して、いきたいと思います。京都と奈良と両方の国と戦争をしていくという状態ですね。まあ、ただこちらはね、群馬帝国、現状最強といえる群馬帝国も入ってくれてるんで、まあ、安泰かなという見方はあるんですが、まあ、あまり油断してるとね、国力を削られてしまうということも考えられるので、戦況を見極めながら逐次戦力を投入する量を増やしていきましょう。パッと見今ちょっと押されているのが滋賀県と京都の国境付近、ここが少し劣勢かな。まあ、押し返すにはやっぱり奈良に投入している戦力を戻してくるのが重要かな。ただ奈良の方をねほっぽっといていいというわけでもないので、先に奈良をね完全に屈服させるというところから始めていきましょう。いや、それにしても押されてるな。ちょっとまずそうなので戦線に新たな手段を投入していきましょうか。これで今防衛手段以外の全手段をこの関西大戦というところに投入した形になりますね。補給線がどうしても厳しいんで、そこがねどうかなというところですね。緑になっているのが、まあ、補給ができていますよというところなので、今なんとか持ってるかなというところかな。ただこの後、軍がさらに到着してくると補給がやっぱりいよいよ厳しくなってくるというのは考えられますね。いや、でも本当にどうだろう、京都強いな。押し込まれてますよね。せっかく作った飛行場まで奪われてるしね。これちょっとチーバ君を転戦させた方がいいな。現状チーバ君が一番最強の軍なんで。多少無理してでもまず飛行場の奪還から思案した方が良さそうだな。このまま行くと滋賀が完全に京都に飲み込まれるっていうね、想定外の展開になりつつあるんで、それを避けるために最強手段のチーバ君をちょっと送り込みましょう。でさらに奈良で奪った飛行場、ここに戦闘機、近接航空支援機、これを投入して、まずは劣勢に追いやられつつある味方をなんとかね支援していきましょう。いや、京都も上空の防衛硬いね。こうやって見るとなかなか制空権取れてないもんね。奈良の方は時間の問題かな。京都の方がちょっと厳しい状態になっているかな。いや、思ったより本当に京都が硬くてびっくりだな。ここまでのね戦力を持っているというのはちょっと冒頭思っていなかったので、驚きではあるんですが、
奈良も粘ってるしね。奈良に叩きつけてる軍を全部京都に投入したいなーっていうぐらいの感じだけど、それでも押し込まれてるからね。師団数で言うと、やっぱりそうは言っても、千葉、群馬の方が、圧倒的に上回ってるはずなんですけど、それでもね、それでもなお押し込んでくる京都、強いね。奈良は首都が、陥落したら降伏が見込めるので、そしたら余剰戦力となった軍を京都の方へと返していきましょう。京都でちょっと手こずってるようだと厳しいよね。さて、そうするとこの後なんですが、まずは研究所持時間マイナス5%を入れとく。こっからはもうどちらかというとね、数を勝負の一番の決定要因になるんじゃないかなとも思うんですが、師団の編成内容は多分ね、かなり充実させてきているので、あとは押し込まれたこの京都の戦線をいかにいい回復していくかなんだけど、いやー、奈良で奪った飛行場もちょっと危ないね。押されてる。そんなに京都強いか。予想外の京都の強さなんで、どうしようかな。ちょっと補給マップ見ときますか。黄色になっちゃってるところが一番あるよね。やっぱり軍を前線に集中させてるんで、その分補給が十分に行き届いていないエリアがあるものの、まだ黄色なんで、そこまで憂慮しなきゃいけない事態ではないかなとは思います。さあ、奈良が落ちれば戦局がまた変わるはず。琵琶湖の西側は京都の勢力圏内ということに落ちてしまってるので、開戦当初こそ京都と奈良の国境を抑えるという意味では順調だったんですけど、その後が、苦機能してないかな。まず一部の軍を早々に、もう奈良の方はほっといて京都方面へと振り向けていきましょう。畳んでいくっていう表現が一番いいのかな。そういう形にして包囲殲滅できるような体制にしていきましょう。奈良は落ちたね、首都が。千葉君の師団をちょっとどうしてもこのね、奈良の飛行場を守る動きに使っていきたいですね。では、傀儡国、いや、傀儡にするかどうか、傀儡でいいかな。
いやー、群馬が3周を得たか。さすがだな、群馬。ここに来てもその暴れん坊ぶりをいかんなきゃ発揮してくるね。まあ、ただこれで千葉君の手段も含めてね、全軍を京都の方に振り向けられるので、少しは戦線が楽になるんじゃないかなという期待は持てます。はい、ではちょっとね、京都の方の戦線が思わしくないんですが、押されてる状態から、まあ、一進一退というところにちょっとだけね、まあ、巻き返しができつつあるかなという状態なんですけども、戦線の見直しをするにしてもね、一度破棄、計画を破棄してしまうとまた一時的に、ね、押されてしまうので、なんとかこの状態で、まあ、押し戻してもらいたいという思いなんですが、まあ、それが叶うかどうかというところですね。では時間が長くなってきましたので、一旦今回はここまでにさせていただいて、まずは京都にある敵の飛行場、あるいは奪われた元味方の飛行場、これを奪還してですね、京都の制空権を取った上で全軍を京都の奥深くへと進めていきたいなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。